はい、皆さんこんにちは、ワネルゲルイジです。では今回は信長の野望大使パープキット本能寺の変リベンジ、続きをやっていきたいと思います。で、前回は光秀軍はですね、有岡城に進撃してきた秀吉軍、これを撃破、合わせて、蒲生との戦いにも決着をつけて蒲生を取り込みました。今回その続きになります。まずは飯盛山城に展開している光秀なんですが、これどうしようかな。強固で42日、一度撤退を決めましょう。このまま飯盛山城を攻略できればよかったんですが、一旦飯盛山城から撤退、騎乗します。代わりに大垣城での戦いにね、軍を集中していきます。まずは内政進出2つ入れます。で、あと準剣城ね、再び有岡城に秀吉軍が寄ってくる可能性が非常に高いので立てておきましょう。準剣城は承知いたしました。はい、はっはっ、かしこまった。これでね、敵の進撃を食い止めます。かしこまった。こんなところですかね。で、あと武将の配属、高槻城に武将が入っていない、二条御所から武将出そう。中川清秀、高川が右近、高に山右近ですね。この両名を出します。で、あと今寄ってくる敵信勝軍ですね、これを撃破していかなきゃいけないので、伊達が最上に滅ぼされた形、政宗が滅んだんですね。待機します。報告いたします。先月の収支です。ご命令。この後攻め寄せてくる信勝軍に対抗するために国力をつけておきたいんですが、お金がない、全然金がない。信勝軍はまずは撃破しなきゃいけないの。必ずや果たしてみせようぞ。家康と勝家は勝家についておきましょう。手を貸そう。じゃあ我々も対面を発動していきます。勝家と岐阜織田家は勝家、手を貸そう。織田と勝家もここで再び敵対するんだな。大義名分を発動します。手段は選ばぬ、勝つためならな。さあ、寄ってきましたね。ここはじゃあ一旦指揮は取らずに撃破しちゃいましょう。この志、天下に問うてみせましょう。で、騎乗します。なんとか兵糧は持ちそうですね。報告します。上層壁毛利との同盟があと1ヶ月、金がないけどここは同盟は延長しないといけないので同盟を延長します。高の目はやりたいな、すぐにでもやりたい。これにて表情を終える。遠いね、高の目まで遠いよ。まあ、アクロ走破を先に入れちゃおう。じゃで、高速行軍高の目って入れていきましょうね。ご命令を。では忘れないうちに、先に同盟の延長を申し入れます。同盟延長、いや婚姻締結、明智うたちゃんに毛利輝元ありだけど、ちょっとうたちゃんは手元に置いておきたいので同盟延長24ヶ月、はい、で長宗壁婚姻締結、
あんまりいないんだな。ユタちゃんしかいないもんね。じゃあここも婚姻ではなく、普通に同盟延長24ヶ月、はい。2年間ですね。で、金に余裕がないので今回も進出ができない。いやー、金がなさすぎるな。とはいえ、兵を収めるわけにもいかないからな。あと、筒以上に武将があまり入っていない様子なので、筒以上に武将を入れよう。五所から、横山、入れます。左近とかも、前線に配置したいよね。有岡城は、利光が入ってるでしょ？筒以上は森。伊賀上野は、宗則か。いや、ここに、左近を配置しよう。伊賀上野城に。左近。統率の高い武将をね、各拠点に一人は入れておきたいところなので、ここただ池田輝政入ってたよね。ちょっと確認しましょうか。輝政が入ってる。常置も入ってる。ここはいいかな、80あれば。大垣は？森綱か。ただ駒ちゃんも入ってるし問題ないね。長浜は、京極、高継が入ってますけど、その他は京極高継だけか。いや、長浜城に武将を配置しよう。戦闘向きの武将。二条御所から中川秀成隊を派遣します。かしこまりました。あとは、どうかな。それなりに、やっぱり数入ってるところにしたいからね。兵が多いところにやっぱり率先して優先的に強い武将を配置しておくことによってね、戦力が当然ながら上増しされますんで、一旦じゃあこれで整理を終えます。できれば秀吉に攻めさせたいんだよな。何？柳生宗則が清須織田に下ったか。うん。利家と家康、これはどっちが勝つ？家康が勝つんだな。利家に。利家3万2000に対して家康1万2000ですけど、これ家康が勝利してますね。戦場が狭くてこの戦力差、兵力差がそのままダイレクトに響いたわけではないのかなとは思いますが。報告します。先月の収支になります。いや、金がなくてやばいな。ご命令を。どこでそんなに金使ってんの。おそらく足軽だと思うんですけど。はい、はい、むちゃくちゃ使ってるもんな。ちょっとここまで使っちゃうとしんどいので、はい、あと5章もしっかり武将入ってるし、三井でも入ってるし、増やしましょう金を。受けたまわります。逆に鳥取城とかこの辺りはもう減らす、なしでいいぐらいだね。勉強のうちなんで。これで一旦様子見しますか。受けたまわります。お金がなさすぎてピンチになってますからね今。うん、真田が川尻に滅ぼされるパターンもあるんだ。びっくらポンだねこれ。戦場で死にたかった。北条高広が病死ですね。報告します。ここで兵糧が補充されたので戦争をしていきたいところなんですが、金がないな。はい、金がなさすぎる。
秀吉と戦争した場合、行軍してみましょうか。飯盛山城に行った場合、戦場上限が、ここで秀吉軍撃破できるな。飯盛山城で戦った場合、秀吉軍4万7000ですが、戦場には1万2000しか展開してこないでしょ。我々は2万6000で布陣して2万2000が戦場に投入できるので、これ、秀吉軍撃破しよう。で、もっと言うと、ここで一気に戦いを決めたいので、全軍を投入する。で、長宗我部がここで再び兵を挙げて川尻に宣戦布告。ここは、ごめんなさい、河野家ですね。なんで河野家がピンチですね、ここは。何？信雄が2万4000か。邪魔くさいことしてくれるな。兵糧が危ないよね、ここまで来るとね。ここはただ陣を先に引ければ十分に勝機はあるかな。ない、ないよ、勝機ないよ。これダメだダメだダメだ。一旦こっちの集結をやめさせるしかない。変なタイミングで来るなぁ、まったく。やってくれるよ敵も。いや、これは本当に危ない戦いになるぞ。できれば講和したいけど、講和ができないのかな。交渉、信勝、講和。はっ。志果たさずして賞は終えられぬな。ね、勝家と、織田配下長秀。まあこれ信長存命時の筆頭家老とその次の長秀が戦うっていうね。まあ、ここはただ勝家が勝利ですね。島津と長宗我部、ここはまあ長宗我部かな。島津はきつい戦いになるね、これは。手を貸そう。信勝はこのまま戦い続けてくるんだな。先月の終始です。信勝を何とか解き伏せて下らせたいところなんですけどね。これにて表情を終える。で、高速行軍まで入ったので、次必要な鷹の目は兵糧が3、農業が35、軍事が170、足りてないんですね。ご命令を。大名発動する。大義名分。手段は選ばぬ。から2。残念、大義名分以外は発動不可能か。大垣城に来る敵をなんとか撃破しないといけないけど、苦しい戦いになりそうですね。この志、必ずや農兵精霊も出てきたか。やってくれる。ここは上杉と勝家は当然ながら勝家につきます。あれ、信勝、何これ、7600に減ってんじゃん。3万ぐらいでね、来るみたいな話だったと思うんですが、ということであれば、これは撃破して、その上で
信勝の居城、長野城あたりを攻めますか？参ります。信勝を攻める。続きなさい。秀吉を追い詰める意味でも必要になってくる。領土の拡大。これ一気に信勝、無能な信勝を滅ぼしにかかりましょう。そうでなくてもだいぶ戦力を削れそうですね。金がないな。金がない。頑張ろう。金を貯めよう。さあ、長野城攻略戦です。自動布陣強行28日。1ヶ月以内に落としてやろう。使いの者が清掃だからの申し出。明智との講和を締結、無条件。これは拒否だろう。こここそ拒否。報告いたします。これによって領土一気に拡大できると思うんで、ちょっとそういう構図をね、描いていきましょう。大垣城に関してはどうなんだろう。さっきの戦いで準剣城が多分破壊されてると思うので、大好きな準剣城を作っておきます。はい、かしこまりました。これで長野城を取って、そのまま桐山御所、あの津城、松ヶ島、鳥羽、あとは戸一城かな。この4つ、5つを一気に取っていきたい。うわ、高屋城に1万9000とか言って、やばいな。数がやばいだろう、これ、秀吉。高屋城と石山御坊だけで合わせて4万。よくこんな兵。うわ。さらに、西賀に1万8000。洲本に1万6000。手取り城に6万、うん、6200。やばいな。行きます。とりあえず、あの頭城の攻略に移りましょう。進みます。信孝が、これ、兵を挙げたね。滝川に対して兵を挙げたのか。ここは、数正亡き後の滝川家の支援に入ります。手を貸そう。滝川隊が6ヶ月か。いや、これは拒否だな。滝川隊に兵を貸す義理はない。し、兵を貸してる間に逆に秀吉が攻めてくる可能性があるので、それは避けたいですね。あの頭城も取れるでしょう、このままいけば。これで一気に信勝の勢力を削いでいける。これより表情を始める。軍事も足りないし、農業も足りないし、対面も足りないし、しばらく鷹の目入れられそうにないですね。残念。まあ、ただ、ちょっとでも稼いでいきたいので、ここは、農業と軍事と対面、得られる3人から、施策を採用していきます。で、もちろん貯めます。鷹の目発動のために貯める。竹中、福島、両兵は雇いましょう。竹中、重門は半兵の息子ですね。かたじけない。さあ、金に余裕はないんですが、先に準剣場だな。敵と両国を接しているところは危険だ。はっ。承知しました。承知しました。金を惜しむわけにはいかないので、先に準剣場を立てていきます。で、先ほど取った長野城に武将を配備。二条御所から二人出しましょう。寝返られると困るので、恩賞を与えておく。ことじけなし。 OK だ。じゃあ、これであの頭城の攻略を進めつつ、秀吉の動向を見守ります。上層壁と島津が水軍同士の戦いだな。
ああ、長宗我部がここは勝つか。まあ、水軍では長宗我部の方が有利だったんでしょうね、きっと。うん。これで信孝と勝家も一旦和睦したんですね。滝川が岐阜織田に滅ぼされたとニュースね。よし、あの通常の攻略完了。まあ、一旦解放しましょう。もう清須織田信勝など敵ではない。このまま松ヶ島信勝の居城に向かおう。何、信勝の居城で兵数1万6000集めてくんの。やるなあ。参ります。とすると一旦イルマ太夫も騎乗させて本格的な大軍を動員して迎え撃ちますか。報告いたします。先月の終始です。さて、じゃあ改めて軍を出して防衛戦に入りましょう。左近19600 OK だ。左近を前線に配備した甲斐があったというものですね。これで信勝軍を撃破してこの後再び信勝の所領を蹂躙して回ります。秀吉との戦いは一旦収めたいのでここは秀吉と講和しておく。で全軍で信勝を叩いておきたいですよね。この志必ずや果たしてみせよう。さあ我々も対面発動しましょう。農兵精錬。手段は選ばぬ、勝つためなら待機せよ。ここ勝ち揺るがないんだったらこのまま任せちゃいましょう。皆見事な戦である。でこのまま松ヶ島に兵を進めます。出陣するぞ。よし、秀吉との講和もできた。これ一気に3つの城潰そう。これでもう信勝はあってなきようなものですね。報告します。先月の終始兵糧があとは持ってくれるかどうかだな。ご命令を。まあ、金も相変わらず足りないしね。で武将の配属です。いや武将ほんといくらいても足りないな。あの頭上に武将、誰出すかな。二条五所から出すしかないので、まあ二人出しましょう。ここはここが最前線になるってことはしばらくはないのかなとは思うんですが、まあ注意だけはね、しておきたいというふうに思います。で兵糧はこの先入り用がずっと続くので、農業もお金がなくてもやります。よし、松ヶ島は取った。この城もらい受ける。一旦全員解放する。で後我々の傘下に入ってもらおう。かたじけない。で左近はこの後鳥羽城の攻略に向かうか、桐山御所で信勝を叩くか、ちょっと難しいけど一旦近場の桐山御所にしましょう。出陣するぞ。いやもうさ、完全に降伏した方がいいよ。王位戦33日で兵糧全面でいきますね。何、岐阜織田に寝返ったやつがいるな。まあ、ここは武将不足に悩んでいるのでできるだけそういうことはさせたくないんですが、逆に恩賞も足りてないので、まあ、しょうがないですね。先月の終始になります。兵糧はなんとか持ちそうかな。これより表情を始める。
これにて表情を終える。まだ高速行軍の次の鷹の目が入らないね。鷹の目を早く入れたいけど、ゲチを。秀吉がね、この後どうなんだろう。長宗我部と戦い始めてくれるといいんだけど、秀吉のこれ見るとやばいことになってるよね。各拠点に2万近い軍勢を入れているっていう時点で尋常ならざるものを感じるけど、よくそんな金あるな秀吉は。成金ボーイだな。この城長期戦をする上で兵糧がちょっと足りなくなってきそうな気配があるね。展開は逃がします。かたじけない。どうする、もう一個ぐらい城を落とす。行くぞ。戸内城を狙うかどうか。いや、戸内城は干渉地として残しておきたいな。対秀吉戦の干渉地として。であれば鳥羽城、これを攻略して開閉しましょう。進め。上田が死んだか。上田は統率が70あったのでね、戦闘で結構使えたんですが残念ですね。何、勝家同盟が切れちゃったの。勝家との同盟は復活させたいな。さっき見逃しちゃったんですね、勝家との同盟を。切れるよっていうサイン。ここは勝家と同盟を結びます。24ヶ月。でお金にちょっとは余裕が出てきたね、ようやく。はい、であれば秀吉との戦いに備えて前線に準剣場建てたいけど、建てるところなしんか。かしこまった。まあこれくらいかな、お金がなくなっちゃったね。ではまた武将の配属です。武将の配属はね、必ず忘れないうちにやると決めましょう。で、あと松ヶ島にも、もう誰でもいいので入れるっていうね、必ず入れるっていう、忘れずに入れましょうっていうのだけやります。さあ鳥羽城です。鳥羽城は強行51日これで落として一旦兵を収めます。そうだね、そろそろ清須王だと一旦和睦をしてもいい頃合いだよね。何、大垣城に敵がやってくる、聞いてないぞ。うわ、やってくれたわ、全体的にやってくれたな。兵糧もない、マジか。うわー、松ヶ島に5200、これもきついぞ。兵糧がなくなってるなんて聞いてない。いや、迂闊だったな。鳥羽城の攻略はするべきじゃなかったんだな。これより表情を始める。いや、握手も握手、最悪の手を打ったな。これにて表情を終える。まずは急いで講和しないといけないね、信雄との講和。受けたまわります。よし、なんとか講和で持ってくれた。岐阜織田と羽柴か。まあ、ここは岐阜織田につくでしょう。秀吉とは決戦をしなきゃいけないからね。ん？ちょっと待って。これ誰よ？これは誰？松ヶ島に攻め寄せてきてるのは誰なの？久喜義隆は清須織田。ちょっと待って、清須織田とはさ、停戦したんじゃないの？停戦できなかったってこと？マジか。
何なんだこいつら。あ、ここで停戦合意だね。いや、危なかった。本当に危なかった。これで今戦争中の国はなくなったといいよね。ご命令を。いやー、本当にきつい戦いでしたね。というか、まあ鳥羽城攻略に欲を出したのが全ての間違いだったと思うんですけども、兵糧これを全部失ってひどい目に遭いましたね。はい、というわけで、じゃあ今回はねここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきましょう。まずはやっぱり、秀吉との戦いに備えて清須織田、まあ、信勝ですね、これをもうちょっと削って兵力を万全を期さした後に戦っていく。まあこのままいくと、でも、まあ、秀吉軍がね岸和田城も取ってさらに兵力を拡大するのは目に見えてるので、我々もそれに合わせて兵力を拡大していくっていうことが重要になってきそうです。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。